米国でマスクを買い占めて回る中国人女性が話題になっていました。医療機関でのマスクが不足して問題になってる米国で、日本と同じく中国人によるマスクの買い占めが発覚して騒ぎになっているようです。そんな米国で起こったマスク買い占め騒動に、米国人からは多くの驚きの声が寄せられていました。ビデオの音声。300万枚マスクを買った。すごく嬉しい。車にトレーラーをつけたけど、まだマスクを買い続けてる。並べればもっと乗せられる。いつもはペイント店を探すけど、今日は他に行ってさらに見つけちゃった。もっと買いに行く。田舎の人たちはすごく優しい。数量限定があるのか知らない。特価払って出ちゃおう。怖くて冷や汗をかいてる。カート満タン。全部買い占めた。泥棒みたいな気分で緊張する。ここの人たちは私がフロリダから1時間半かけてきたことを知らない。中国人が少ないからマスクのことをまだ知らない。またしてもレジを通過するのに成功した。開きかっこネットの声と字かっこ。日本もだよ。韓国もだよ。つまり、世界中から必要な医療品を買い漁ってて、最初に中国に送った分を送り返すのを拒否してるってこと。なんでこれがテロや敵対行為にならないんだろう。これが中国だよ。彼らは味方ではない。マスクを没収して病院に寄付して、中国に国外退去にしてよ。だからアメリカにマスクがないのか。だからどこにもマスクが売ってないんだね。オーストラリアでも同じものを見たよ。マスク、消毒液、ゴム手袋、防護服とか買い占めていった。なんでお店側は拒否しないの？中国人がマスクを買い占めることに疑問を持たないの？この中国人のろくでなしを訴えてくれよ。中国人は人類の敵なの。これが中国共産党が世界中にいる中国人にやるように指導してることなんだね。世界中の中国人が他人のことを気にしてるふりをしてるけど、自分勝手な人間の集まりだよ。中国人は不潔な環境で暮らしてウイルスを撒き散らしただけでなく、アメリカに来て俺たちの医療品を盗んでるよ。彼女はアジア人の恥だ。何度も言うが、香港は中国ではない。彼女こそ誠のチャイナウイルスではないか。行動そのものもゲスだけど、他人を利用したり、制度を悪用したりすることに誇りを持つ中国人には吐き気がするよ。というか、日本人やアメリカ人を困らせることに誇りを持ってるって感じだね。他人の生命を危険にならすことの何が誇らしいの。中国共産党の手がだな。この女性は米国籍を得るために結婚したんだろうな。アメリカに住んでるのに中国共産党を助けるって、まるでスパイみたいだね。ネットで転売するんだろうね。このビデオは吐き気がするよ。なんで旦那は何も言わないんだ。彼は自分の考えを持つべきだよ。中国人が買い占めてから、それをまた寄付する作戦なんだろうな。中国共産党が世界の救世主のように振る舞うために。引用。http://dng65.com/blog-entry-7294.html